い、皆さんこんにちは、ミキ中村でございます。連続100日動画アップチャレンジ第27日目を迎えました。今日はですね、伊勢神宮の深い森の中からお送りいたしております。見てください、このダイナミックな自然、渓流が流れております。見えるかな、落ちたらやばいところです。こういうね、あの自然の豊かなところから今日はお送りいたします。今日は自然の恵みについてお話ししようかなと思ったのですが、なぜか今日は謎謎です。謎謎、いや本当はこんなところでやるつもりはなかったんですけどね、あのいろんな成り行き上ここになってしまいました。謎謎をお送りいたします。早速第1問、皆さんが考えてくださいね。答えは言いません、嘘言います。象は象でもドキドキする象は何？答え、心臓です。ドキ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 、心臓。第2問、志村けんさんが来たら一緒にアインしたいってあの世で待っている人がいます。さてそれは誰でしょう。志村けんさんがあの世に来たら一緒にアインをしたいっていう有名な人がいます。それは誰でしょう。答えは、あ、もうご存知かな、今ちょっと言っちゃったかな。いきます、アインシュタイン。第3問、だんだんと難しくなりますからね。昨日ね、ちょっといろいろなところで採取して、看護師さんが言いました。簡単な手術なんだからすぐ終わるから、そんなに心配しなくていいわよ、大丈夫だからね、自信持ちなさいよって言いました。それを聞いた患者さんはますます不安になってしまいました。マジかよ、大丈夫かよ、大丈夫だから。なんで患者さんは不安になってしまったのでしょうか。わかりますか。チッ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 ピーン。看護師さんは簡単な手術なんだから大丈夫だから自信持ちなさいよってお医者さんに言いました。そんなお医者さんに手術されたら怖いっすよね。第4問、パラン。 K さんは病院で数日間過ごした後退院しましたが、病気も怪我もないのになぜか自分の足で歩けませんでした。そして運び出されたんです、病院から。どうして？答え、 K さんはまだ赤ちゃんだったんです。タラン。第5問、次々いきますよ。お母さんカエルが鳴きました。ケロケロケロ。お父さんカエルも鳴きました。ケロ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 。じゃあ子供たちはどういうふうに鳴くかな。みんなも泣いてみて。はい、せーの。泣いてみた？お母さんガエルはケロケロ、お父さんガエルはケロ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 。じゃあ子供たちはどうやって泣くの？答え、泣きません。子供たちはおたまじゃくしです。ダラン。第6問、日本で初めての野球の試合が行われました。その記念すべき第1球、それを投げたのは誰でしょう。ダラン。チッ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 。記念すべき第1球を投げたのは、これ歴史に残る問題ですからね、皆さんも覚えておいてください。その野球の試合で第1球を投げたのはピッチャーでした。ダラン。
さあ、もっと難しくなるかな。じゃあこの数字覚えてください。8541830036。これは何ですか？これは何ですか？8541830036。タラン、数字です。タラン、最後の問題、これ難しいよ。ポチと太郎の問題です。隣のポチはワン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 、もう気性が荒いのかよく吠えます。ところがうちの太郎は全く吠えないんですよ。どうして？ポチはもうワン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 吠えます。でも太郎は全く吠えません。どうして？わかりましたか？答え、じゃん、太郎は人間だったのです。ういっす。ということで、なぞなぞでした。こんなところまで来てね、なぞなぞするとは思いませんでした。でもすごく静かで、今日はちょっと曇ってますけど、美しい場所です。この辺は高麗広といって、伊勢神宮の内宮の奥の道をずっと進んだところです。今新緑がとても綺麗ですね。皆さんのお気持ち、心安らかになりますように。そして一日も早くですね、コロナが収束を見せて、また平和な時代になりますように、そういう お祈りを込めまして、ロングブレス、ロングブレスをね、一緒にやってくださってる方もいらっしゃるんですよ。皆さんも一緒に、じゃあ、息合わせてね、やりましょうね。じゃあ、鳥の声が聞こえます。今日はね、下空前じゃないや、下空前も内空前もほとんど人いませんでした。駐車場ももちろんガラガラですし、参拝客ちらほらと車が見えただけでした。本当は伊豆川のもうちょっと下の河原で撮影しようと思ってたんですけど、なんかおじさんが来ていろいろお話ししてて、ワンコ連れたおじさんとね、いろいろお話ししているうちに、なんかここではちょっと取りづらいなと思って、ちょっと車走らせて内宮の奥にやってきました。内宮の奥にずっと細い道が続いていて、これずっと抜けて5カ所っていうところまで行く道になっております。剣峠という峠があってね、そこもまたいい場所なんですよ。またそこで今度は収録、伊勢市のね、いろんな綺麗なところでこうやって収録するのもいいかなと思って、またあと70何回ありますから、ちょっといいところに来てまたなぞなぞとかやってみたいと思います。ではまた皆さん、この辺でおしまいということで、ありがとうございました。さようなら。